不動産投資を学ぶなら楽町ファーストロジック。親との関係が悪かったってことからこっちに逃げてきました。あの子は今、まあ、ホームレスになってるかもしれないし、犯罪に巻き込まれることもありますし、お金を持ってても親御さんの同意が得られなくて、まあ、泣く泣くその家から出られないっていう方も少なからず見てきたんですね。18歳だろうが何歳だろうが借りてくれる人がいるってチャンスかなというふうに思ってます。大阪市西成区にある NPO 法人生活支援機構オール代表を務める坂本さん、ここで生活困窮者の支援を行っている。坂本さんを頼るのは大人ばかりではない。例えばこれ3月度、はい、10代3人20代9人今のところ来てる、今月だけでも未成年こんな来てる。坂本さんのもとには親元を離れたいと訴える10代からのメッセージが毎月のように届く。福岡在住18歳社会に適応できず内定を自分で取り消した。親親戚は冷たくて大阪に出てきたい、みたいな感じ。この日我々は坂本さんと共にある女性を訪ねた。19歳の A 子さん、静岡で両親と3人で暮らしていたが、今年3月逃げるように大阪にやってきた。その後坂本さんの支援を受け、アパートで一人暮らしを始めた。一体どんな事情を抱えているのか。あまりいい会議なかったですね。やっぱ、まあ、ほぼ毎日のように喧嘩はしてたので、いつ離婚するのかって怖さもあったし、最初は暴言とか、やっぱお前がいるから離婚できないってこともありましたし、やっぱ自分に火花が飛んでくることもあったので、時々やっぱお酒入ったりすると暴力とかも出てきちゃったりとか、そういう関係でしたね。自分がいなくなったらいいのかなってやっぱ気持ちもありましたし、やっぱ静岡にいる時に地元の人、同級生とかからいじめがあったこともありますし、どうしていいかもわからないし、自分の居場所もなかったので、すごいパニックでしたね。地元に一人も頼る人がいなかった A 子さん、大阪の知人を頼ったが、家を出ていくように迫られ、一人で暮らすことを考えたという。そんな A 子さんの前に立ちはだかったのが賃貸契約の壁だ。やっぱ未成年ってところから、親の同意書とかも必要になってくるので、やっぱそういうところに引っかかると自分自身も大変なので、そういうところを除いてできるところないかっていうふうに探してたので。暴言とか暴力とか振るわれるこう恐怖っていうのが以前あったのかなと思うんですけれども。そうですね、一人暮らしして、まあ、そういう恐怖も何もなくなってやっても安心してる状態ですね。今こうやって毎日生活できてることにありがたく感じていますね。4月1日から民法上の成人年齢が18歳に引き下げられる。飲酒や喫煙はできないが、ローンや賃貸など契約を単独でできるようになる。これまでの制度上、未成年は原則として保護者の同意なしに家を借りることはできなかった。同意を得ずに契約を結んだ場合、法定代理人である親が契約を取り消し、無効にすることができた。そのため不動産会社は未成年の入居希望者には親権者の同意書を求めることが一般的だ。しかし今回の法改正で、18歳であれば親の同意書がなくても個人で賃貸契約を行うことができるようになった。成人年齢が引き下げられたことで支援の可能性が広がるという。今の状態ではやっぱり弱いんですね。もし親が、やっぱり追認しませんと、取り消しますって言ったらやっぱ取り消されちゃいますし、本人がやっぱり取り消してほしいって言われたら取り消しされちゃうような内容なんで、かなり緩い契約にはなってますね。でもそれを僕がもし、あの緩い契約だからできませんって言ってたら、あの子は今、まあホームレスになってるかもしれないし、犯罪に巻き込まれることもありますし、だそうなる前に、まあうちにつながって居住支援できた。これはやっぱり法改正があるって、もう目の前でこの時点で法改正になるっていうことは分かってるからこそできた決断でもありますね。 A 子さんは契約が取り消される心配もなく、現在大阪で就職活動を行っている。
群馬県で不動産会社を営む戸丸さんによると、実際に自立を求めてやってくる若者は多いという。全体の数で言えば1割には当然満たないんですけど、その未成年の方の中の半分ぐらいは親御さんと関係性良くなくてっていう方結構いらっしゃいますよ。あとバイトしてお金貯めて、でそのお金を持ってても親御さんの同意が得られなくて、まあ、泣く泣くその家から出られないっていう方も少なからず見てきたんですね。それで当然諦めちゃう方もいらっしゃるので、そこの部分の制約が外れるっていう意味ではいいんじゃないかなと思います。若い世代が自立が早くできるようになるかもしれないっていう可能性の方が結構大きいんじゃないかなって、それを見た瞬間に思いましたね。さらに賃貸契約に関する正しい知識がない若者も少なくない。いや、今現状だとその親権者同意書が必要なことすら今の18歳19歳の方って知らないので、もう働いてさえいれば、まあ、そのまま契約できると思ってるんですよ。入居者様の心理的なものに対しては何も変わらないと思います。ほとんどそのご存知なく来店していただく方がほとんどなので、あ、そんなのが必要なんですねぐらいな感覚なんですよね。では実際に新成人から申し込みがあった場合、不動産会社はどう対応する方針なのか、都内で賃貸仲介を手掛ける不動産会社に聞いてみた。そうですね、まあ、今まででしたら18歳19歳だと親権者同意書、まあ、法定代理人の親権者同意書が必要だったので原則ほぼお断りしてました。で、理由は大体18歳19歳の方っても学生の方が多いので、学生だとも家賃の支払い能力もなく結局ご両親が払うケースが多かったので、であれば親御さん名義で契約はしてたんですけど、まあ、法律は変わったからといって、まあ、18歳19歳の方が家賃払えるかっていうと、学生さんが払えるかっていうとそうではないので、その辺は多分やり方は変えずにいこうかなと思ってます。ただその18歳19歳でも仕事してる方はいるので、今までだったらやっぱお断りしてたんですよね、仕事してても親御さん名義でと。ただ今後は働いてるので、まあ、今までの20歳以上の方と同じように対応しようかなと思ってます。なので、まあ、支払い能力があるかと、あと、まあ、家賃が払えるかだけじゃないので、まあ、入居後トラブルを起こさない方がどうかとか、そういったところはまあ審査の段階でできる限り見極めて対応しようかなと思ってます。親御さんの相談なしの申し込みはないですね。で、まあ、仮に相談ありなし関係なく必ず連絡は入れるので、ご両親には。で、まあ、連絡した上でちょっと名義をお父さんお母さんに変えてくださいってお話はしてますね。何か実務への影響って今はございますか？実務の影響は何もないですね。そうなんです。なんか親権者同意書っていうのはどういったものになるんですか？未成年の方の場合契約そのものができないので、法定代理人の許可なく契約してしまうと無効になってしまうので、まあ、契約前に親権者の方から、まあ、この契約の件聞いてますよっていう、まあ、許可をいただく書類ですね。これがないと契約後トラブルになったりとか、まあ、そもそも無効になってしまうので必ずもらわないといけない書類です。あ、これは弊社のひな型ですけど、内容は多分どこもほぼどの会社も同じような内容ですね。そこで不動産業界全体をサポートする業界団体全国宅地建物取引業協会連合会の佐々木さんに話を聞いた。全宅連では若者への啓蒙活動としてホームページ上で賃貸契約について説明を行っている。佐々木さんはこうした啓蒙活動を続けることが重要だと指摘する。世界的に見てもですね、その成年年齢を18歳とするのが、まあ、特に先進国等々では主流であります。そうした中で我が日本国もその成年年齢を18歳に引き上げ下げたということは、とても法改正の趣旨にはそもそもには賛同しているんですけども、他方でですね、いわゆる社会生活の中で社会参加を促すことにもなるんでしょうけれども、実際のところいわゆる一人暮らし の、まあ、学生さんとか就職等々で初めて親元を離れて、まあ、アパート生活を行うというのが圧倒的に多いと思うんですね。でその中で自らが、我が家と同じような環境と勘違いをされて相輪関係といいますけども、例えば深夜にお友達を呼んで、少し大声を出してしまうとか、あるいはゴミの出し方のルールが守っていないとか、当然駐車駐輪のマナー等もなかなか分かってなかったということで、
圧倒的にそういったケースが多い、まあ、現場の一人としましてですね、まずそのお部屋を借りるということの意味合いですよね。単純な考えでいくと、家賃だけ払っていればですね、第三者の方がとやかく言われる筋合いないよというその変な権利意識ですよね。でこういったことを思っちゃいけないよということですね。あくまでも共同生活、まあ、社会生活を行うということ、それがまず一番ですね。契約行為を行うというその重要さについてですね、ぜひ分かっていただくようにしたいなと思っています。初めての不動産投資、先輩大家さんに相談したい。不動産投資の悩みを気軽に相談するなら、楽町相談室、楽町で検索。オーナーとしては今回の法改正をどう考えているのだろうか。楽町コラムニストの大津社長に話を聞いた。お客さんがいれば積極的に受け入れたいなというふうに思ってます。特に18歳だからとか未成年だからといって拒む理由はないかなと思ってます。それはその現状でも今後でも変わらないのかなと思ってます。他の入居者さんでも基本家賃保証会社が通る方に来てほしいなというのがあります。まあ、メリットとしては、埋まるってことが何よりのメリットじゃないかなというふうに思ってまして、まあ、当然、まあ、借り手がいてこその家賃が入るっていう商売ですので、まあ、少しでも間口が広ければ広いほど、家賃を得るチャンスが、まあ、空室期間が減るんじゃないかなと思ってるので、18歳だろうが何歳だろうが借りてくれる人がいるっていうのはチャンスかなというふうに思ってます。成人しようが成人しまいが、その結局、両親に保証になってくれっていうケースがすごく多いんじゃないかなと思って、保証条件に入る可能性が高いのかなと思ってまして、いわゆる毒親ですよね。虐待されてる、ね、息子さんとかが借りにくいってことは変わらないんじゃないかなっていうふうに思ってて、僕個人的にね、ちょっと国の政策として思うことであれば、例えばそういった方々とかに対して国が家賃保証するであるとか、まあ、そういった政策的な支援があるのが、まあ、親業界としても助かりますし、そういうのは社会的に必要なことじゃないかなというふうに思ってます。一方でオーナーとしては歓迎したいが、結局は保証人が必要になるのではと懸念を抱く。そこで保証会社に勤務する B さんに現状を聞いた。保証会社としては受けたいには受けたいんですよね。まあ、とはいえ、本当に支払えるのって話になってくるので、その審査をどうするかって話は出ましたけど、まあ、基本、まあまあ、その今までの審査と変わらないよねって話に落ち着きました。審査の内容としては別に変わらないです。支払い能力あるかどうかだけなんですけど、まあ、ただ実際問題として裏側でそれを通すかっていうと結構まあ難しいなと思っていて、というのは、まあ、はっきり言うと払えないんですよ。過去のいろんなケースを見てもですね。で、払えないことが分かってるんだったら通さないよねっていうのが実際で、まあ、とはいえ、じゃあ本当に支払えるのっていうのを確認して、それが問題ないでしょっていうようなところがあれば、それは通すかなっていうところですね。今回の法改正によって、親の DV から逃れることができた A 子さんは、こう振り返る。うん、それはいいことだと思います。やっぱ親、自分みたいに親との関係が悪い人もたくさんいると思いますし、それ18歳で自分の家を持って自覚自立できることが多くなるので、それでやっぱ自分が一人でも社会に出ていけるっていう自覚を持たせることができるのでいいと思います。 A 子さんの事例によって坂本さんもさらに支援に力を入れるという。例えば親からの虐待で逃げたいけども、部屋が借りれなかったりとか、親との関係性が悪いであるとか、そういったところになると、もう一人暮らししてとりあえず親の元から逃げなさいっていうことじゃなくて、児童相談所に相談に行きなさいしか僕らとしてもできなかったんですけども、うん、でもこれが今回からそれだったらこっちで自立しましょうかっていう話ができるんで、ものすごく良かったなと思いますね。今回の法改正の目的は若者の社会参加を促すことにある。自分で部屋を借りられるようになることもその一環と言えるだろう。一方、若者が契約でトラブルに巻き込まれることも想定される。社会全体でそうしたトラブルを防ぐ取り組みを行うことが求められる。